フェインの目的は何だ。俺は何のために送り込まれた。あのカオスを倒すという気持ちは何のためだ。ねえ、これが本当にルフェインの、私たちの故郷のルフェインから送り込まれたのだとすると、こっちの状況はすぐに伝わっているということね。アストスか。あいつは闇を観察し記録しているだけではない、報告もしているんだろう。さっさと魔物を倒してアストスに喋らせるぞ。島が浮いている。コウモリはあそこに向かっていったわ。つまりアストスはあそこにいる。ならば話は早い。さあ行くぞ。魔力が蓄えられているのか。いただいておこう。いいな、暴れさせてもらおう。倒すでしょ。叩き潰すぞ。コメが道を塞ぐな。邪魔だ。ひるんでる。いるよ。もう終わりか。いつもこうだといいんだけど。ここへ送り込んだ連中は世界がつながることを恐れている。つまり切断したはずの過去が蘇ることを危惧しているわけだ。それは突然消えたルフェインの話。全くの嘘から言わせて。本気だな。攻撃来るわ。麻痺しちゃったのね。体勢を下げられたの。危険な状態かもしれないわ。ダメよジャック。やるか。期待してるわジャック。ひるんでる。いるよ。あっちゃは麻痺してるよ。いただいておこう。大歓迎だな。さっさと片付けましょう。行ってやるさ。手が下がったみたいだな。なんだと。面白くなってきたな。勝ち筋はまだあるわ。ギリギリだったわね。一応勝ったし、いいんじゃない。宝箱か。
そこが壊せるってよく気づいたな。俺完全に見逃してたよ。鳴り響け。さてと、出てきたか。あれはキューブ。一息つけそう。これで行く。帰り道に使おう。探索しやすくなったわね。
排除する。手応えありだろ。フェインが送り込む闇とは何だ。魔物を増やす。動物の魔物化を狙う。人も魔物にする。すべて混沌の闇が引き起こす現象。闇は増殖するということね。クリスタルの輝きを隠してしまうのも闇。結果、本来はクリスタルに祝福された世界は闇に覆われる。ならば俺たちの役目は。闇が強すぎても均衡は崩れる。俺たちの仕事はいわば光と闇の均衡を保つための調節。せい。さてと。もういないな。先に進みましょう。敵発見。やるぞ、ついてこい。ギョロギョロよく動く目玉だ。だめ、鬱陶しいから落ちてもらおう。発見。さてどうするかな。変更だ。死の宣告かよ。早く倒そう。ジャックがいれば負けないさ。勝ったら。よし、次も頑張ろう。お出ましね。叩き潰すぞ。はい、だれ。よく増援されないうちにやろう。今呼び出してないみたいね。あのうちに穴を潰す。が揺れている。崩れるのか。空の上で。ここから離れる。急げ。やりすぎたかもな。知ったことが。それよりも分かったことがある。闇の気配が一瞬で消えたよね。ああ。他の像もぶっ壊すぞ。
さてと。変更だ。燃え尽きろ。いや、灰になれ。燃え尽きろ。もう終わりか。ジャックがいれば当然ね。倒すでしょ。ジャックがいれば負けないさ。弱点を見つけたぞ。ことね。発見ね。何があるのかしら。やったね、つながった。戻りは楽ができるぞ。変更だ。外れろ。敵発見。やるぞ、ついてこい。灰になれ。
ネが。巻き込まれたか。攻撃に使わせてもらいましょう。それこれでいく。また石像がある。ああ壊してしまう。だが目を離す。封鎖口をどうにかしないとね。黙らせればいいだけだ。大丈夫だ。さて残す像はあと一つ。さあ行くぞ。
先行だ。追いつけろ。やるか。サクッと倒そう。手応えありだな。この調子なら問題ないね。よくやったな。次も頼むぞ。どうも気力が冴えないな。俺はジャックについていくから。これで行く。お出ましね。ジャックがいれば負けないさ。邪魔だ。フェインはどこにあるんだろう。こことは切り離された場所らしい。距離的にはもちろん、おそらく時間的にも。思い浮かべるのが難しいな。あなたが血を這う虫だとする。ルフェイン人は空高く舞う鳥。あなたを食べはしないけど、あなたの目は、すごい。叩き潰す。あれはキューブね。一息つけそう。大歓迎だな。やるぞ、ついてこい。
最後の石像ね。いい、慣れは危険よ。その言葉、そっくりそのまま返す。やるぞ。でかい噴出口をどうにかしないと。今のは弱点よ。この島には沈んでもらおう。そうね、巻き込まれないよう離れます。ようやく降りてきたわね。ああ、アストスとのご対面だ。行こう。俺たちは光の戦士として世界から闇を取り除いていたんだよな。だがやりすぎたからルフェインは闇を送り込んだ。闇が減っただけではなく、光、いや希望が増した可能性もある。コーネリアの姫たち、特にセーラ姫の貢献は大きいわ。城では闇を感じないもの。セーラ姫はクロス衣装を持っているはずだ。その効果もあるかもしれない。噴水広場になった時に興味してた。でも姫は水晶に近づくんだよ。敵を呼び出すつもりか。ジャック、迅速に対処しましょう。危険な状態かもしれないわ。何としても倒すぞ。今の聞いたみたいだね。ジャック、やってやれ。適当になっちゃってる。死の宣告かよ。早く倒そう。すごいの来るぞ。注意。全然力出せてない。やばそうだよ。ねえ、キューブじゃない？さて、どうするかな。遅いぞ。しかし安心してもいい。これ以上贈り物は来ないだろう。クリスタルの輝きと混沌の闇、君たちのおかげでちょうど均衡が取れた。さて、どこから話そうか。まず、お前は何者だ。当ててくれ。そういう気分ではない。当ててくれ。ルフェイン人か。違う、私はルフェインではない。彼らは元ルフェインの民だ。私に協力しているが、それは打算があってのこと。本音では死ねばいいと思っている。私の魔法で彼らをコウモリに変えた。私が死ねば魔法は解ける。君たちを案内したのはそれを期待してのことだろう。君たちが私を殺すような事件が起こること。そうだろう。アストス、
最初に何者かと聞いたのは俺だ。だが悪かった。コウモリはもちろん、お前の正体にさえさほど興味が湧かない。俺が知りたいのは、お前は俺に生きる目的を与えることができるのか、俺に敵を与えてくれるのか。君が望むならそうしてやりたいところだが、できない。永遠にも思えるほど長く生きるうちに、私の胸は悲しみ、怨嗟、憎悪と怒りでいっぱいになってしまった。まるで私自身が黒水晶のようだ。ジャック、今一度問う。私は何者だろう。ダークエルフの王。それだけ。ああ、闇がアストスの周りに。なんだ、どうなる。耐性下がってるっぽい。生きてやるさ。闇が薄まった。チャンスだ、ジャック。これでどうだ。離せろ。なんかやばくなってきた。健康だ。防御を固めたか。切り崩してやる。これでどうだ。ジャック、アストスの様子が変わってる。いけるかも。私はコーネリアに生まれ、ルフェインと共に次元の壁を越えた。そして生まれ変わり、帰還した。私は、どちらを愛すればいいのか。なりきれ。
記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。アストス？最新型生体探査隊、後で見せる。まあ見ても聞いてもどうせ忘れるけどな。アストスは忘れない。なあ、この質問をするのは初めてではないと思うが、俺はなぜ忘れるんだ？我々の健やかな未来のためだ。私が探査生命体アストスです。この地で生きるエルフがあなたたちの素晴らしい技術でこのように生まれ変わることができました。私に友情や愛情、仲間意識を持たないでください。我々は培養で作られる大量生産品。稀に我々に友情めいた感情を抱いて、その挙句に助けようとして命を落としたストレンジャーがいたのです。愚かなやつだ。軽症です。唾をつけておけば治りますよ。なるほど、覚えておこう。あれほど言ったではないですか。我々は吐いて捨てるほどいる大量培養の使い捨てです。とにかくお前が無事でよかった。愚かな人ですね。俺も同じ意見だ。アストス、お前も共犯者になってくれ。次は変えることができるかもしれない。何をすればいいんですか？次に会ったら俺たちを導いてくれ。やり方は任せる。回収ポイントは毎回変えることになっていますが、ここだけの話、ほぼ毎回このカオス神殿ですね。怠慢だな。規則の形骸化はよくありませんよね。いつか問題が起こるでしょう。準備ができています。ではお気をつけて。なあ、一緒に帰らないか？はい。お前は帰りたくないのか？気持ちの問題ではありません。規則違反です。じゃあ待ってろ、上と掛け合ってくる。あなたは忘れてしまいますよ。忘れない。期待させないでください。俺は忘れない。次は連れて帰る。いいか？必ずだ。さようなら、ジャック。記憶を消去されているのだから、あなたのせいではない。
それは分かっているのに憎んでしまいました。恨んでしまいました。許してくれ。そうできたらどんなに素晴らしいか。でも私は闇を抱え込みすぎました。これからのことを話しましょう。私が死ねばここにいるルフェインたちの魔法が解けます。しかし同時に彼らの寿命が尽き死に絶えます。彼らが抱える闇は恐ろしい量だと思います。我々の闇が混じり合い世界を覆うでしょう。ジャック、その闇から生まれるあらゆるものと戦ってください。魔物を倒してください。闇と感情が融合した状態がカオスです。カオスが現れたら倒してください。あとはあなたの感情に任せて進めばいいんです。たとえ闇に覆われてもその中を進み続けてください。あなたたちも私にできるのはここまでです。ルフェインの横暴を許さないでください。このコーネリアを守ってください。俺たちはルフェイン人だ。そんなことは関係ありません。だってあなたたちは皆光の戦士なのだから。ここは危険だ。逃げよう。